シュドラ選手 VS 竜王選手。ヨシドラ選手はヨシ、竜王選手ディディコング、ペロン、ここ大丈夫。いやー、オフライン界隈でも活躍が光るこの両者、オンライン大会でも激突、6回戦ベスト8は確定。優勝を目指してのこの空前の飛び込み、まずは吉田選手が竜王選手に対して得意のこの攻めっ気出してくる。竜王選手どうする、まあ、少し竜王選手がヨッシーが苦手というお話を聞いていますが、あー、卵卵空前から面白いタクク決め。さあ、しかし序盤のリードを逆転させて先に火力を取ったのはヒカル選手ですが、嫌な空中、これは変えるルートだな。自身3連覇を目指す吉田選手のヨッシー。吉田選手はね、まあ、前回ちょっと出てなかったんですが、その2大会、その前の2大会ね、吉田選手優勝しています。自身3連覇へ、回避の後もしっかり追撃、卵卵卵卵、空中ニュートラル、生きてない月、回避が間に合うと、空下からダブルした、空N、ここでジャンプがしないのをヘロー選手素晴らしい。ちょっとジャンプないか、ジャンプないんじゃないか、うーん、無理やり空への急降下で降りましたね。ただ卵を産み空中前、ここは撃墜されない。空への、しっかりとガーキャン掴み、卵ヒットからの空への狙いましたが、おっと落とさない。ヘロー選手のあの事故の少なさすごすぎる。ああいう空下のフック阻止ね、そのすかすすかさないがあるので、回避暴発とか受け身をねしたいがゆえに回避暴発とかしたくなるんですけど、ヘロー選手はね、あっ小さくなったし、すっぽ抜け、危なかった。空後空への横強、空上空上、さらに追撃どうだ、大丈夫、 60% 空中しろ、横スマ、ここはダッシュアタック、玉ゴミ見えてましたけどね。あっと空前空上をねやろうとします、あだー、でも1微妙、どうだ、ゲイス、まあ、見事なワンタッチからの展開取り、そして深い読みを通した吹き刺し、お見事でしたね。攻めてくる吉田選手、本来は村人ってねかなりさばくのが得意なキャラクターだと思うんですが、ホラー選手ももちろんそのさばきはうまいプレイヤーなんですけど、吉田選手の攻めが鋭すぎる。起き上がりに卵ヒット確認、空中前目でお見事、ワンストクリード、乗り乗る乗り乗る、73、塩辛節に乗って踊るヨッシー、空中前乗ってくれー、そこに外に逃げる、追いかける、落とした、おけつ様のダメージも入っていい感じ、空N、崖橋、いや卵投げ姿勢がいい、ペタンコになります、ワンダー、これは勝負タク、ただそれをしないと苦しい展開か、空N落とし、おけつ様持ってる、クーエルカス当て、クー前メテオリはならないが苦しい流れがある、クー前クーエルがクー前リードされている吉田らしい側、どっかで攻めていかなくてはならない、この大攻め、昇竜拳ギリギリ復帰できるじゃ分かっている、空中へ空中へ、一回捕まったら火力が高い 75% ND で足を食っていく、 92% 118% 横スマッシュ一回見せていきますが、あっとこれ踏んでますかね、これはちょっと崖際死に難しかったでしょうか、ジャックが当たって空下で差し込んでいく、空後空中前ジャンプを潰してメテオ復帰届かず、あっ卵当たった、これまずいんじゃない、危ないよ、あーるぞ、逃げる逃げ逃げる、いいですね、今のあのウェビー見事でしたね、あれ崖つかまに行ってたら空中前メテオで撃墜ですからね、今のまあダメージ食らってもいっ、あはー前のこと話をしてる間に試合が進んでいきますね、やっぱりこの2人、空中へ空中へ空中へ空中に至る、あっという間に 70%、 さてこうなると苦しいのはあいつ、第40回前スマヒット敗者側決勝戦、レボ吉田選手 VS アリ選手、吉田選手ヨッシー、アリス選手ロイ、
直近ではスマークとでの対戦がありましたが、その時はアリ選手が、表側破って、その後に敗者側で吉田選手がリベンジしたんでしたっけね、グランドファイナル。うえぇー、マジかよ。上に押し合っているのはミーア選手のゲーム&ウォッチだが、空中前非常なパワーのある一撃を通して軽く追い越して空中 N 深くまで来る。さあ空中後ろ暴れも見せましたが、踏ん張りアーまで帰ってきた。踏ん張りアーまで安全に帰ってこれるところも見越して強気に深くまで仕掛けていける吉田選手のヨッシー。空中 N 押し出しギリギリだが、ルートあるか、回避上がり、回避に対しても下着置いて、ここで叩きつける、外に出して、今度はバナメのターン、 NP じゃなくて QN が、いやまた間合いのギリギリしのぎの削り合い、大経由読み合いはガードが間に合ってシールドブレイカー1回見せる、クーマへ踏ん張りジャンプ、おっと破断技の部分しか当たりませんで、空中前が外から飛んで、クーマへ、これは前田君もまだまだキャラクターの勉強が必要ということ。横強空中上、吉田選手173、毎回ここまで耐えてるのすごいですね。ただそろそろ投げでの撃墜ですか。あ、確定してるんだ。おお、クーマイウエスマー、これも確定、空中上、吉田選手 VS ミヤ選手。あ、吉田選手はヨッシー、そしてミヤ選手は勇者で来ましたね。前田君が記憶にある限りはこの2人、前田見夏祭り、あっとさあ空下を狙ってきますが、空中上、空中上、回避を通して下強、ダウン展開、ダウンレンから横スマッシュ。この踏ん張りジャンプでアイクのコンボがちょっと入りにくいっていうのがね、ちょっと撃墜難しくはなるんですけども、まあ、クーティニー選手うまいジャンプ読み、これは届かないんじゃないかな。今回の撃墜選手のね、この下り空中への当て感うまいんですよね。ダウンしたところ駆け上がり、ここは駆け上がり通しますが、横強で反応してくる、いいダメージ 67、 2N から、いやこの空への当たった後に吉田選手が外側ピク編しっかり入れて、あのアイスの追撃当たらないようにしっかりしてるの偉いですよね。空N からの外側ピク編、結構この入力するの難しいんですか。天空卵海は当たらず、空後から、おお、ガード固める読みでしたがジャンプしてる偉い。藤井選手少し撃墜が遠くなっているが、駆け上がり、駆け上がりは空後を確かな上スマッシュ、待ってましたよ。